千島列島の一千島列島根室と、カムチャツカ半島の間の島々千島列島は、北海道本島の東、根室海峡から、カムチャツカ半島の南、千島海峡までの間に連なる列島。日露和新条約やカラフト、千島交換条約などの条約でいうクリル列島は、ウルップ島以北占い、森島までを指し、ウルップ島、バラムシル島、占い、 森島などの島々で構成される。こうした経緯から、日本政府の見解として、江トルフ島、国後島、四湖丹島及び、生前群島を、千島列島に属さない、北海道の続島都市、北方四島と呼ぶ。国後島、江トルフ島まで含めた場合の総面積1355.61平方キロメートル。北海道から、 カムチャツカ半島までの間に連なる島々は、本来、占い森島からシムシル島までは、チュプカ諸島と呼ばれた、チシマアイヌの領域、ブロトミシマイナンは、同等アイヌの領域となっており、ウルップ島において両アイヌの沈黙交易が行われていた。この地域は大変長大で、地域差が大きいことから、特に歴史については、本校でも便宜上、 千島ヌの領域と同等アイヌの領域に区分し、述べることとする。と区分して記述することとする。千島列島の島々の夏の典型的な風景音、ねじめ古担当の黒岩山と、有線古カルデラバラムシル島の火山、千島洋山の加工千島列島には活発な火山が、多い千島列島は関体平洋火山帯の一部を、なす、火山列島であり、今でも多くの島が活発に、 火山活動を起こしている。これらの島々は北アメリカプレートの下に太平洋プレートが潜り込んだ結果生じた清掃火山の頂上にあたる。2006年3月分のニュートンには詳細な図が書かれており、清掃火山の頂上が北海道本島にぶつかったものが現在の知床半島とされる。プレートの潜り込みにより列島の2 0 0トル東方沖に 千島海溝ができている地震も頻繁に起こり、2006年11月15日、シムシル島東方沖でマグニチュード7.9の地震が発生した。また、2007年1月13日にも、シムシル島東方沖でマグニチュード8.2の地震が発生した。千島列島の気候は厳しく、風が強く非常に寒い冬が長く続く。夏は短く、霧が、 しばしば発生し、山には雪が残ることがある。年平均降水量は760ミ、mm、リメートルから1000ミリメートルと多めで、ほとんどは雪である。温帯と亜寒帯にまたがる列島内では、植生も異なり、北部ではツンドラ様の植生が、南部では深い針葉樹の森が見られる。境目は、エトロフ島とウルップ島の間で、宮部金吾が唱えた分布境界線となる。 列島内の最高峰は最北端の島、荒井卓島の荒井旅山で、海抜は2339メートル。列島南部の国後島東端にある、ジージーだけも1822メートルの高さを持つ。島々の風景は、砂浜、岩の多い海岸、断崖絶壁、流れの早い渓谷と下流では広くなる川、森林と草原、山頂部の荒野やツンドラ、泥探地。 カルデラ湖などが形成されており、手付け数の自然が残る島が多い。土壌は一般的に肥沃で火山灰などが周期的に流入することや海岸部での鳥の糞の堆積などによるものである。しかし険しく不安定な斜面は頻繁に土砂崩れを起こし、新たな火山活動によって拉致が広がっている。千島列島最北の手法、荒い匠島の荒い旅。 富士太平洋の大陸方の円に位置する海底地形及び海流の影響により列島周囲の海水は北太平洋でも最も魚の繁殖に適している。このため動植物などあらゆる種の海洋生物からなる豊かな生態系が千島列島付近に存在する。千島列島の島のほとんどの沖合は巨大な昆布の森に取り囲まれ、 イカなどの軟体生物や、それを捕食する魚、それを狙う海鳥など多くの生き物の暮らしの舞台になっている。さらに沖合には、マス、タラ、カレー、その他商業的価値の高い魚が多く泳いでいる。明治前後から日本の漁民の活動の場となってきたが、1980年代までは、イワシが夏には山のように取れていた。その後イワシは激減し、 1993年を最後に水揚げされておらず、千島列島の漁村に打撃を与えている。またサケ類が千島列島の大きな島々で産卵し、周囲で捕獲される。魚を求める哺乳類の巨大な生息地もある。アシカ、トド、オットセイがいくつかの小島に集まり、オホーツク海周辺でも最大の生息地となっている。 これらの哺乳類はかつてアイヌ人などの捕獲の対象となり、その肉は食料に、皮や骨は様々なものの原料になってきた。千島列島への民族集団の広がりも、これらの生物を追っての移住だった可能性もある。19世紀から20世紀初めにかけ、オットセイは毛皮採取のために乱獲され、例えば来港系島に19世紀に1万頭いた。 オットセイは19世紀末には絶滅した。これと対照的に、アシカやトドは商業的狩猟の対象とならず、1960年代以来、これらの狩猟の報告はない。かつて、千島列島でも見ることのできた、日本アシカは、魚を捕食することから害獣として駆除された結果、20世紀初めには、ほとんど見られなくなり絶滅したと見られている。クジラ類も多く、 特にシールカ、シャチ、赤ウクジラ、土クジラ、マッコウクジラ、ミンククジラ、ナガスクジラなどが多く観測されている。ラッコも毛皮貿易のため19世紀に乱獲された。より価値の高いラッコの毛皮を手に入れるため、ロシアの千島列島への勢力拡大が活発になり、日本の権益と衝突する結果になった。ラッコは急速に減少し、20世紀半ば、 以降ほとんど狩猟が禁止され、徐々に千島列島内での生息地が復活している。千島列島には、その他、数多くの種の海鳥が生息する。外敵のいない小島では、断崖の上などで多くの鳥ガスを作り子育てを行っている。千島列島の陸の生態系は、南の北海道本島やカラフト、北のカムチャツカ半島などから来た。 北アジアと同様の種が構成している。種の多様さにもかかわらず、固有種は少ない。面積の小ささと地理的孤立により、大型陸上哺乳類はあまり生息していない。北キツネや北極ギツネは1880年代に毛皮交易のため持ち込まれた外来種である。さらに、同じ頃持ち込まれたネズミ目の生物が、陸上哺乳類の多くと入れ替わった。 列島南北の大きな島にはヒグマ、キツネ、テンなどが元から住んでいる。また、北方領土の大きな島々にはシカもいる。ハヤブサ、ミソサザイ、セキレイなどの鳥も森に住んでいる。クリルアイランドボブテールという猫が生息している。これは、ジャパニーズボブテールに似た、短い王を持つ、突然変異種の猫で、ロシアの猫種登録団体からの認定もすでに受けている。 1880年代、明治に作成された日本地図。千島列島は日本に属していった。笹森義助の千島探検工程図天保豪町の正木東豪町に、天保五年の小諸までに、アイヌが進出。彼らは主に、道東アイヌの領域の北方領土とウルップ軍以南、千島アイヌの領域のシムシル軍のラショワ島や、占い守る軍のバラムシル島、占い、 森島などに居住していた。江戸時代には、チュップカ諸島と呼ばれた。占い守る軍及び、シムシル軍に相当する地域である。日露和新条約やカラフト、チシマ交換条約などの条約で定義されるクリル列島に含まれる。ロシア帝国進出による領有以前には、チシマアイヌが占領していた。エトルフ島のシャナ村。昭和初期のシャナ。 1945年以前、ウルップ軍と北方領土に相当する地域。ウルップ軍は、日露和新条約やカラフと、千島交換条約などの条約で定義されるクリル列島に区分され、エトルフ島以南は北方四島に区分される。和人社会には、室町時代からラッコ川の産地として知られ、江戸時代には、マサき半領や幕府直轄領となり、 本州以南に順次、ご尊姓が敷かれ、アイヌの有力者は、おむしで、役へぞに任命され、尊世を担っていた。太平洋戦争中、北から侵攻するであろう、アメリカ軍に備えるため、占い守る軍のバラムシル島には、柏原の高台を含め、日本軍の飛行場や地下に掘られた病院が、作られていた。現在、どの場所も、廃墟や残骸が残るのみである。 8月18日には、カムチャツカ半島のロパトカ岬から砲撃が開始され、同時に、ペトロパブロフスクカムチャツキーから出撃した、赤軍第二極東軍が占い守る軍の占い森島に、上陸、日本軍第五方面軍第九十一師団と交戦した。8月21日に停戦したが、4日間の戦闘で、ソ連側が1567名、 日本側が1018名の死傷者を出した。日本側資料では、ソ連側が約3000名、日本側が約600から700名の死傷者とされている。スターリンは占い、森島を1日で占領し、予勢を買って、北海道の東半分を占領する予定であったが、予想外の抵抗を受けた。占い、森島の日本軍武装解除は8月23日と24日に、 行われた。千島の攻略は、カラフトを見ながら行い、8月26日に、シムシル軍の松和島を、8月28日から8月31日に、ウルップ島を占領したが、第二極東軍は、エトロフ島に一度近づきながら、その先に進まなかった。バラムシル島カシュワラのメインストリートエトロフ島以南の占領は、8月28日に、 カラフト制圧が終了した第一極東軍を転用した。南千島占領部隊は8月26日に大止まりを出港し8月29日にエトルフ島を占領、9月1日に国後島とコタン島に上陸し、9月2日に日本が正式に降伏する間も軍を進めたが、両島の制圧には9月4日まで費やした。9月5日に ハボマイ軍島を占領して一連の計画は完了したが、占い森島侵攻で時間を費やさなかったら、北海道本島も侵略されていたと見る者も,もいる。ソ連占領地域は、北海道本島との交通を遮断され、千島列島住民は本土への帰還ができなくなり、駐屯していた日本軍は武装解除の上、スターリンの指示でシベリアの収容所に連行された。また、ソ連は、 占領地に、ロシア人を送り込み、日本住民の個人資産を次々に摂取していった。アイヌを含む千島住民の一部は残留の強い、働きかけを受けたものの、1947年にほぼ、全員が本土へ引き上げることとなった。朝鮮籍の住民は、日本引き上げを認められず、彼らと結婚した者など一部残留を希望する、日本人は引き上げず、 後に、サハリンに移送されて、在カバコリアンとなった。ソ連が崩壊した後に成立したロシア連邦が、現在も、実行支配している。クナシリトーフルガマルノの街並み2010年3月31日まで、北方四島のほか、ウルップ島以北のウルップ、シムシル、占い込みの三軍についても、札幌国税局管内の根室の税務所管轄とされていたが、 2010年4月1日に北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例と財務省組織規則の一部を改正する省令により、ウルップ東以北のウルップ、シムシル、占い神の三軍については法令上も消滅した。日本政府はサンフランシスコ講和条約に定義される、千島列島は日露和新条約やカラフと千島交換条約で定義される、 千島列島を指し、エトロフ島以南の北方四島は含まれないとしている。エトロフ島以南は北方領土と呼ばれ、ロシア政府に対し繰り返し返還を求めている。またソ連はサンフランシスコ講和条約に調印しておらず、北方四島以外の千島列島の領有権の帰属先を定める国際法が存在していないことから、日本は 積極的な返還交渉は行っていないものの、北方四島以外の千島列島の帰属は未確定であり、最終的な帰属は日露間の平和条約締結など、将来の国際的解決手段に委ねられると主張している。また、冷戦下の1952年3月20日に、サンフランシスコ講和条約の当事国であるアメリカ合衆国上院は、 同年4月28日に発行するサンフランシスコ平和条約ではソビエト連邦への千島列島の領土、権利、権益の引き渡しを決めたものではないとする決議を行っている。一方で北方四島以外の千島列島についてはロシアが実行支配していることについてロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っておらず現在の日本政府は 意義を唱える立場にはないとしている。ロシアは、サンフランシスコ講和条約において、ウルップ島以北の千島列島だけの放棄を明記してはいないことや、ヤルタ会談を根拠として、ソ連による全千島の領有は戦争の結果であり、またすでに、ソ連国内法により返入されていると主張しているが、日本政府は、ヤルタ会談での秘密協定は、国際法違反だとしている。 日本共産党は、全地島列島が、カラフト、千島交換条約で平和裏に、日本の領土になった経緯から回路宣言が、念頭にしている戦争によって獲得した地域には、当たらないことと、大西洋検証等の連合国の領土、不拡大原則に反しないこと、ソ連がサンフランシスコ講和条約に調印していないことを、もって全地島列島の返還を主張しているが、日本人ではなく、 アイヌ人の土地としての返還を求めている。一新政党、新風は、全地島列島に加えて、南からふとの返還も要求している。エトロフ島、国後島、シコタン島、バラムシル島、占い森島以外は、定住人口のない無人島である。2010年の国勢調査によると、バラムシル島に2381人に2381人、 クリルカンクに六千六十四人二千六百六十六人、南クリルカンクに一万二百九十人に六千六百十七人となっている。二千十年の国勢調査による、千島全域の総人口は一万八千七百三十五人。近年は、バラムシル島、エトロフ島で人口が引き続き減少する一方、クナシリ島は減少から増加に転じている。千島アイヌの領域は、 江戸時代に、チュップカ諸島と呼ばれた。日露和新条約やカラフト、千島交換条約で定義されるクリル列島に含まれ、戦前は占い守る軍とシムシル軍に区分された。占い守る軍、シムシル軍同等アイヌの領域では、ウルップ軍のみが、日露和新条約やカラフト、千島交換条約で定義するクリル列島に含まれた。ウルップ軍なお、日本政府は、シコタン島、 ハボマイ群島は、千島列島には含まれないとしているが、便宜上、ここに兵記する。四股丹島の中心集落者古丹、ハボマイ群島を構成する島。ありがとうございます。